夢プロレスが始まっておよそ2ヶ月、体作りを中心とした基礎的な練習が続いていた。そして今回初めてミッションが行われる。ミッション1ではプロレスで必要な能力が試され、順位によってポイントが与えられる。ミッションは今後も定期的に行われる夢へと近づくための重要なイベントとなる。そんな中、エマは少し不利な状況に。実は仕事の都合で海外に長期滞在することになった。そして3週間練習に参加できず、筋トレ中心の自主練習のみでこの日のミッションを迎えていた。それぞれの思いを胸に、ファーストミッションが始まる。本日はですね、ミッション1を行わさせていただきます。今回はプロレスの基礎的なマット運動およびロープワーク、また筋トレをやっていただきまして、これらを総合的に評価させていただきます。1位から4位まで、ポイントをつけさせていただきます。1位が5点、2位が3点、3位が1点、4位が0点となっております。審査を行うにあたりまして、東京女子プロレスから遠藤アリス選手、宮本穂香選手、2人は練習を共にしてくれて、ここまで見守ってきてくれていた。基礎的な段階なんですけど、みんな真面目にやってるので、もう全部出し切ってほしいです。試合ができるようになるために、段階的に乗り越えていってほしいなと思ってます。そして今回ゲスト審査員として、プリンセス・オブ・プリンセス王座、中島翔子。プロレスは、まあ、やる気があればお客さんは応援してくれるし、何より怪我をしないことが大事だと思っているので、基礎的な動きを、しっかり身につけてほしいと思います。お願いします。お願いします。ちょっと怖いですね。緊張してます。今のその現状の自分以上にはまあできないので、ベストを尽くせればいいなと思います。1位いけますか？頑張ります。めっちゃ疲れてたんですけど、今日のことを思うとなんか寝れなかったです。こんなのめっちゃ久々で、やばい緊張してるってなりました。もうあの気持ちで今日はもう全部出し切ります。なんか夢でプロレスの夢出てきて、その夢はなんかまだ今の状態でプロレスのリングに立ってて、まだあんまりできないのにどうしようみたいななってる夢で、ちょっと焦っちゃって、それでなんか3回ぐらい起きました。まあでも自分に自信を持って今日は頑張りたいと思います。体調はちゃんと昨日寝てきました。今回はちょっと本当に遅れちゃってるから、技とかは本当にやばいですけど、筋トレとか他の部分で頑張りたいなと思います。気合で頑張りたいと思います。最初の審査は基礎的なマット運動からスタート。前転からお願いします。はい、上原若菜です。お願いします。エマです。お願いします。お願いします。真中ひなりです。お願いします。お願いします。お願いします。後転です。よろしくお願いします。
マット運動は以上です。で、皆様にはこの後ロープワークを10往復行っていただきます。10往復ですか？10往復です。3往復しかしたことない。じゃあとりあえず10往復一度見本をお願いします。お願いします。頑張ってください。ここまでで気になった人物は、その上原さん、上原さん率直に綺麗だった。雰囲気的にどうですか？緊張感はありますね。ロープワークとかも10往復初めてやったと思うんですけど、ちゃんと食らいついていってて、なんか体力作りとかも頑張ってるのかなって思いました。めっちゃ練習してるんだなっていうのがめっちゃ伝わってきた。だが初見の中島は4人に対して別の意見を持っていた。できるできないは今は多分そんなに気にしなくていいと思うんだけど、多分お客さんは気持ちは見破ってしまうと思うんだよね。気持ちは経験は関係なく出せるものだと私は思います。だからまた一歩上げて頑張ってください。本気の気持ちが伝わってこない。確かに彼女たちは初めての状況に縮こまっていた。リングの上では全てが観客に伝わってしまうということを経験から知っている中島だからこその言葉だった。恐怖心みたいなの、ちょっと怖いなみたいなのが分かるのでバレちゃってるよって思います。やるしかないですから頑張ってほしいです。続きまして筋トレをやっていただきたいと思います。普段やっている回数より多い回数をやっていただきます。でその中で正しいフォームでできているか、ペースをキープできているのかがポイントになります。で1つ目の種目はスクワットです。でスクワットこちら100回行っていただきます。スクワット100回いきたいと思います。よろしくお願いします。それでは江藤さんお願いします。行きます。1、2、3、4、5。いつもの練習では1セット50回までしかやってこなかったスクワット。日々の練習量だけでなく、まさに強い気持ちが試される。そして50回を超え、遠藤選手のペースが上がってきた。最初に乱れた遠藤、そして真中は腰が落ちなくなってきていた。80、90、91、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8
110回ということで110回やりました実はやってましたいつもの練習量を超えるスクワット多少形は崩れたものの、ようやく彼女たちの気持ちが現れてきた続いての種目は腕立て伏せになります。これ普段皆さん膝つきでやってると思いますが、膝つけずに20回行って無理になったら膝をついて20回行ってください、はい、正しいフォームペースをキープできているのかがポイントに、まあ、あくまでになりますので、膝つかずに20回無理になったら膝つきで行ってください、はい、それでは腕立て伏せの方お願いします。宮本さんお願いします。はい、行きます。1練習初日は膝をつきながらでも苦しかった腕立て伏せ。3ここでも皆成長が見られた。そして仕事の都合で練習に合流できなかったエマ。ここで簡単に負けるわけにはいかなかった。20めっちゃきつかったです。なんかスクワットあんなできないと思わなくて、足がほんとついてこないんですよ。震えちゃってプルプルして下に下がんないみたいな。腕立ての方がまだできましたね。気合で上げなきゃって思って、ちょっと腕立て伏せがまだ練習で膝をつかないでやったことがなかったので、ちょっと思った以上にちょっともっと頑張んないとな。スクワット100回が太ももも結構パンパンになりましたし、手とかしびれたのももしかしたら体力がないのかなと思って、もうちょっとこれから頑張っていかなきゃなっていう課題が見つかりました。失敗したらどうしようっていうのと、最後までできるかみたいなのを考えて全力がなんか出せなかったので悔しいですね。ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。技術はでも本当にこれから回数しかないと思うので、気持ちは見えたと思いますので、あとは楽しんで怪我なくやってほしいです。はい、ありがとうございました。じゃあ、それでは結果発表の方させていただきたいと思います。果たしてミッション1の結果は。じゃあそれでは結果発表の方したいと思います。4位から発表させていただきます。4位真中さん、はい、4真中ひまり、3位梨紗子さん、はい、3位梨紗子、2位エマさん、はい、2位エマ、1位上原さん、はい、1位上原若菜、以上の順位となります。また日々の練習頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。正直全く練習してきたものが出せなかったので、今日もエマちゃんは泣いています。頑張れ。ちょっと自分に足りない点がいくつか見つかりました。なんかもっとうまくいったんじゃないかなっていうふうに思うので、結果は4人中4位。まだ言葉にできない